UEFA ネーションズリーグ UNL 第2節が9日に行われリーグ A グループ A2 ではフランス代表がベルギー代表を2対0で下して今大会初白星をつかんだ。両監督のコメントを欧州サッカー連盟 UEFA 公式サイトが伝えている。ホーム連戦のフランスは6日の第1節イタリア戦黒丸1の3から見事な立て直しを見せた。 まずは前半29分、FW ウスマンデンベレのシュートが GK に止められると、そのこぼれ球に反応した FW ランダルコロムアニが左足で蹴り込み、先制点をマーク。後半12分には MFN ゴロカンテのパスを受けた FW ウスマンデンベレがペナルティエリア右から中央へ切れ込み、左足で豪快なシュートを突き刺して2-0とした。無失点で逃げ切ったフランスは開幕2戦目で初勝利。 白星スタートだったベルギーは連勝を逃し、フランスと共に一勝一敗となった。フランスのディリエデシャン監督は試合後、ほっとしたかって。安心などしていない。選手たちのリアクション、彼らが強いベルギーを相手にできたことにとても満足している。チームはうまく対応した。ベルギーは我々に多くの問題を引き起こした。特に最初の25分はね。 様々な理由で難しかった、と振り返り、先生団のコロムアニについて彼は得点した。彼は自信を持てる環境にいる。召集されれば、いつでも答えてくれるんだ、と賞賛の言葉を述べている。一方、ベルギーを率いるドメニコ・テデスコ監督は、25分以降、我々はプレッシングに問題を抱えていた。立ち上がりはインテンシティがあったが、 その後は少し勢いを失った、と悔やみ、他のチームを判断するのは難しい。フランスについて言えば、違いを生み出す選手がいる。中盤の選手はボールを奪って前に出てくる。今日は少しレベルが高すぎた、と相手に脱帽した。次節は10月10日に開催され、フランスはイスラエル、ベルギーはイタリアと対戦する。